地元の伝統工芸だったり、食べ物だったり文化だったり、外から帰ってきたことで見えてきた、素晴らしい価値があるものっていう、ものを、今後こう外に発信していきたいっていうことなんですけども、私の場合は、地元の伝統工芸であった和紙を、自分のこう手で作って、丁寧に時間をかけて作っていくっていうことで、そして新しい形で、外に紹介していく、それで発信していくことで、外の方に、認めてもらったりとかレスポンスをもらったりすることで、中の人がその価値に再びこう気づいていく、で地元の人たちがその価値に気づいていくことで、その土地が、活性化していく、自分たちが持っている文化だったり、伝統工芸だったりが素晴らしいんだっていうことを再確認してもらって、その再確認することでその地域が元気になっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。